いただきます。どうもパンケーキこと岸亮太と申します。今回は、まあ僕の名前ハート消さないでってなってるんですけど、めちゃくちゃなんかもう一個出してほしいって、続き出してほしいっていう声が多かったハート消さないでって名前でハートを書いたら消されないのかっていうやつをやっていきたいと思います。縄張りバトルでね、しっかり縄張りバトルで。で、まあ、前回の反省点を生かし、まあ、ハートの数はちょっと控えめぐらいで、まあ、できるだけ勝てるように頑張っていきましょう。まあね、慣れ合いにはならないように、まあ何個か書くけど、それ以外は普通に戦うレベルで行った方がいいかな。というわけでやっていきましょう。ステージどこだ？あ、B バス、なんか第1回の時も B バスだった気がするな。第1回も B バスだったぞ。オッケー。君のビーコンだよって名前の人。なんか似た何かを感じるな。まず、ハート、かわいい。消さないでくれよ。いきなり消されてる！くそ。しっかり塗るところは塗って、で、こういう、書けそうなところは書いていこう。はい、かわいい。お、ハート書くの上手いかもしれん。ハート書くの上手おちゃん。待って、なんか来てるの？待って、登れない。登らせ。危ね。よいしょー、一枚やっていく。さあ、ここのハートも当然消されている。オッケー、一応やって。待って、ハート書こうと思ったけど、敵陣に一発。待って、あー、マルチサイルで消されてしまう。待って、ね、ハート書きたかっただけなんです。ごめんね。もう自陣めっちゃ綺麗。もうハート完全に消されてしまってるが。もうでも、あとかける場所があるとしたら敵陣のとこぐらいしかないよなぁ。パブロではザクチは枯れないんだ。自陣の、あそこら辺が濡れてないね。さあ、しっかり、なぁ、ちょくられた。敵がなかなか強いぞ。しっかり塗って、ちょっとめっちゃ塗らないとダメだな、これ。いや、死ぬのか、これ。くっそー。登れなかった。スプラトゥーンあるある、坂が登れない。もう一回。オッケー。このまま敵陣に切り込んでって、ハートを書かせてくれ。あー、なんかハートじゃねえ！インク不足！まずいぞ。この辺塗って。はい、ハート。オッケー、一枚やって。ハートを書いていく。愛の切るってなんだ。どうだこれ。めっちゃ指疲れた。パブロ指疲れる。どうだこれ。いや、微妙だな。あー、惜しい。結構塗ったんだけどな。キルも取れたし。惜しいね。おっす。次行ってみよう。ほい！縁側河川敷縄張りバトル。ここはハート書いたことないんじゃないか？あるっけ？ないんじゃないか？お、なんか、落ち葉が2枚いる。なんか強そう。ナイスで、有効。
おー、いいね、それ。それいいね。ちょっと待って、でもさ、なんか外国っぽい名前の人がいたんだけど、外国っぽい名前の人に通じるか？ハート消さないでって文字。え、消された！消された！ナイスで通じ合ったけど、多分この、海外っぽい名前の人にハート消さないでってのはあんま通用しない。いや、国を越えた絆が今生まれる。いやー、ちょくられた。甲子園頑張れよ。僕はもう頑張った後なんだ。ありがとうな。待って、あ、でも一個残ってるね。向こうに書いたハート残ってる。ドスコウムスイ？ドスコウムスイ！消してない！ありがとう！めっちゃいいやつやん。お前、ハート消しに来たのか？やらせると。ありがとう！このハート書いたの僕！ありがとうね。いや、めっちゃいいやつじゃん、こいつ。ハート消さずに入れてくれた。ありがとう。なんか、よし。とりあえず、縛いて。うわー！ゴリラーにやられた。ハートまだ残ってる。いいね。あそこのハートだけ残ってるぞ。やって。オッケー。パブロ向いてるかもしんない。僕チンパブロ向いてるかもしんない。ナイス。オッケー。なんかいる。なんかいた。パブロ向いてるかもしんない。指めっちゃ死にそうだけど今。うまい。そしてハートはまだ残っている。ありがとう。あの一個のハートをみんなが残してくれている。このチームメイトみんなが。いやー、着地枯れないか。さすがにまずいぞ。形勢逆転している。待って、ハート消された。ハート消されてるー。なんなら敵も来ているー。こっち溜まってんな。オッケー、やっていく。わー、内川ごめんねー。最後塗れないか。いやでも、ハートを残してくれている味方がいた。ありがとう。なんだっけ。なんとか、ドスコイおむすびみたいな名前の人。ありがとう。これ実はおむすび3説ある。さすがにないか。いやでも負けたったな。2戦連続負けてしまっている。いや、申し訳ねえ。ほい、それでは、モンガラキャンプ場ナーバルバトルやっていきましょう。さあ、このなんか英語の人が結構海外勢っぽいんだけど、海外勢に通じるかどうか。とりあえずナイスを押して、僕はこういう名前なのでよろしくお願いしますというのを、まずは伝えていこう。これ大事。もうやばい。なんだあいつ。いや、強いぞ。待って。まず、あそこの、ここに行って、ハートを書くっていうのを、作戦の一つとしてやってたんだけど、そこにこんな、カーボン使い、ラグいぞ！なんか、死んだぞ！なんだこいつ！なんだこれ！ちょっと待って！せっかく膨らませたのを一瞬で、無に返された。待って、ここ行くの危ないな。やばいかも。逃げろ。ちょっと待って。とりあえず、インクがない。とりあえず、ごめん。ごめんだけど、マジでごめんだけど、ここにハート1個書かせて。いいね。逃げろ。いや、2人いる！ねえ、2人はきついよ。で、とりあえずあそこにハートが残っている。
もやったけど、あれ、あの人めっちゃラグいな。いや、ねえ、プライム、射程長すぎ。これはちょっとさ、こっち射程短すぎんか？これはちょっともう、これは、あ、相手のカーボン返し持ちした。これは勝てるぞ。まあ、まず勝とうな。まず勝とう。ここまで負けてきてるから、勝ちせ。パブロで。あのハートはまだ消されてないな。後ろから。OK。後ろから忍び寄り作戦成功。ナイス押してくれた。ありがとう。そしてハートはまだ残っている。ハートは残っている。とりあえず、いい感じに濡れている。あー、あの人、飛べなかった。ちょっと待って。ちょ、おかしい、おかしい、おかしい。変なとこ飛んじゃった。ちょ、前にいる人のとこ飛んで、着地してやろうかなと思ったんだけど。甘いな。ほっ。さあ、この振りの速さ。よし。これ勝ったでしょ。しっかり、この上にハートが残しつつ、ハート残しつつ、勝っていく。いいね。短い射程でよく勝った。前で一人返せましたけど。というわけで、お、ちょうど2000だ。というわけで、今回、ハート消さないでって名前で、ハートを書きまくってみたでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またね。バイバーイ。このパブロのギア、いいな。このスタイルいいな。